先輩。俺たち長年の付き合いでもう本当の兄弟みたいなもんだろう。俺は真剣なんかで勝負したくない。何をひよっている。私と君、勝者はどちらか一人のみだ。さあ来い、我が弟弟子忠常よ。こいつら、なんで急にこんな路上で戦おうとしてるんだ。なんだ、通行人か。君たち離れててくれ。我らこの一刀流の直弟子はここで勝負しなければならないのだ。剣術のことを知らない者は邪魔しないでもらおうか。この一刀あるうわ、理不尽だな。道を塞いでるのはお前たちの方だろ。それに剣術を知らないだって。剣術のことならこの旅人は超一流なんだぞ。何、そうか、また資格を奪いに来たやつだったんだな。先輩、ここは一時休戦してまずはこいつを追い払わないか。ああ、私も異論はない。あ、nanti kau udah kelahi aja。たった一つの資格は我らこの一刀流が手にする。お、わがたわぷんとってて、おんのみんなは俺が回る。一個先、属性を見下ろせ。いや、風がこない。オッケー。やっとおとなしくなった。おい、お前たち誤解してるぞ。オイラたちはただの通りすがりで、別に資格とやらを奪いに来たわけじゃないからな。Yeah. What are this about a chance to compete? 先輩、今のはどういうことだ。この若者、たった数手で俺たち二人をここまで追い込んだぞ。今度こそこの一刀流の名を世に知らしめる機会だと思ったのに、まさか会場に足を踏み入れる前に頓挫するとは。忠常よ、もうよい。このような結果になったのは私たちの力不足がゆえだ。あらえんな。師匠は常に上には上がいるとおっしゃっていたが、私たちはその言葉に耳を傾けてこなかった。おそらくこのたった一つの参加資格証は私たちどちらの手に渡っても同じ結果だっただろう。待て待て、お前たち何の話をしてるんだよ。それにさっきまで喧嘩しようとしてたよな。二人とも誤解させてしまいすまない。私たちは剣術流派この一刀流の弟子でな、さっき戦おうとしていたのは演武伝心剣術大会への参加資格をかけてのことだったんだ。おお、oh, well. この大会は剣を学ぶ者にとって特別な意味がある。それにこの辺りは人通りが少ない。さっきはてっきり大会の参加資格を奪いに来たものだと思ってしまったんだ。誠に申し訳ない。You may continue your duel. 待ってくれ。もし君たちが目覚めさせてくれなかったら、私は自分の力不足に気づけなかっただろう。またパイパイ。ああ、確かにそうだな。君と戦って、俺は初めて気づかされた。剣も心も、まだまだ精進する必要があるってことに。先輩、一つ提案だが、この参加賞を彼に譲らないか。わ？ああ、私も異論はない。真の剣術の使い手こそ演武伝心の会場に立つ資格がある。私たちはまだまだ鍛錬が足りないようだ。Really? 私は cuma numpang lewat untuk kejeng komisi。 つまりお前たちの代わりに旅人に大会に出てほしいってことか。 Didn't this a little sudden?
参加するかどうかは君自身が決めてくれ。この参加賞は今の俺たちには意味がない。じゃあな、いずれまた会おう。 OK then。 言っちゃった。残されたこのなんちゃら大会の参加賞だけど、どうしたらいいんだ？だなばいも。どれどれ？演武伝心剣術大会、シャブ業主催。うん。見たところシャブ業がやってる大会みたいだな。神里屋敷に行って聞いてみようぜ。Yeah, itu ide yang bagus, Paimon. 旅人にパイモン、久しぶりだね。あいにく、シャブ業様もお嬢様も、今日は公務があって、屋敷にいらっしゃらないんだ。いや、今日はあいつらに会いに来たわけじゃないぞ。シャブ業が開催する演武伝心剣術大会について聞きに来たんだ。おや、もしかして大会に申し込みたいのかい？申し訳ないが、今回は希望者が多くてね。参加資格証は先週のうちに配布が終わってしまったんだ。おお。ただ、最後の模擬試合の観戦券であれば、なんとか入手できるかもしれない。いやいや、誤解だぞ。実は今日、たまたま参加証を一つ手に入れたんだ。けど、まだ参加するか迷ってて。だからここに聞きに来たんだ。でも今の話を聞く限り、この大会ってかなり人気みたいだな。ああ、演武伝心はもともと稲妻の歴史ある剣術大会でね、参加することは武人にとって自身の実力を測る絶好の機会で、そして栄誉でもあるんだ。しかも将軍様はこれを機に、より多くの人に剣術の魅力を知ってもらおうと、今大会では新たな要素を取り入れた。町民たちもみんな興味を持っている。旅人、参加証を持っているのなら大会に参加してみたらどうだい？せっかくの機会だしね。ええ、I will consider it。 おっと、そうだ、今日初めて演武伝心のことを聞いたのならまだ知らないと思うけど、お嬢様はめったにない機会だっていうのに何をためらってるんだ。演武伝心に参加できることを誇りに思わないのなら参加証を持ってる必要もないだろう。それを欲しがってる奴は大勢いるっていうのにな。広達、口を慎め。客人に対する口の利き方じゃないぞ。うん、マダダメさん、別に彼らを侮辱してるわけじゃない。むしろこの旅人のお手並みを拝見したいと思ってるんだ。ああ、え、神里屋敷のものであれば全員君の名を知ってる。お嬢様も君のことを高く買っていてな、さぞかし立派な英傑だと思っていたんだが、見たところ大したことなさそうじゃないか。気迫も感じないし、剣の腕もおそらく平凡なもんだろう。でなきゃとっくに参加を決めてるはずだ。言葉が過ぎるぞ、広達。旅人は武家の出身ではない。考え方も違うだろう。それに気迫や剣術の腕は必ずしも試合でしか見られないものじゃない。今日出会ったやつらはどいつもこいつも口が悪いな。お腹がすくこと以外でオイラが一番嫌なのは、知りもしないやつに旅人のことを軽く見られることだぞ。I'm done, man。 でもお前のことをよく知らないのに気迫も腕もないだなんて、オイラさすがに頭にくるぞ。 I'm done, man。 Calm down。 こいつに嫌なあだ名をつけてやる。よし、お前は見る目なし野郎だ。なんだシャルパスお前。減らず口を。
腕前は口先だけで証明できるもんじゃない。このヒロタスは正真正銘の武人だ。ホラを吹いて名声を得ようなんてことはせん。じゃあな、俺はあーペンテネスから、はあ、旅人本当に申し訳ない。ヒロタツは思ったことを何でも口にする人なんだ。 No worries. You will see what I meant. じゃあ大会に参加するってことか。おお、おいら大賛成だぞ。あのヒロタツってやつにお前の腕を見せてやろうぜ。開催は2日後で会場は離島だ。さっき伝えそびれたけど、今日お嬢様は離島へ向かい、ヒイラギ千里様とこの大会について打ち合わせをする予定になっている。そうだったのか。なら離島へ行って彩香に会いに行こうぜ。ちょうど演武伝心についてもっと聞きたかったからな。Ayaka di. Dah Ayaka ya. Saya baru tahu. Kukira Ayato yang selenggara. Namanya Ayaka. Ya, karena biasanya si Ayato mimik kalau yang kayak event-event ini. Kayak nolah, kayak care contest and yang lain gitu. Hai. Ayaka. Wah, ada Chisato juga. Tabibito san ni Paimon san. O hisashiburi desu. Saikin wa Inazuma ni irashita no desu ne. Oh! Jitsu wa Enbu Denshin Kenjutsu Daikai ni sanka suru koto ni natta nda. Ayaka ga ritou de junbi shite ru tte kiita kara, yaasu wa mii ni kita ze. Chodo Shinshi Daikou no oshigoto no hanashi ga owatte, Tabibito san nara演武伝心に興味を持つんじゃないかと話していたんです。そこにあなたが現れるなんて、なんとも奇遇ですね。Yeah, itu sangat kebetulan sekali. 紳士代行？なんだそれ？はい、こっちがあったわけよ。え？知らないのですか？彩香さんの手紙を読んで稲妻に戻られたのでは？あ、でや。ん？手紙？何の手紙だ？いいえ、気にしないでください。パイモンさん、紳士代行について知りたいのですよね。そうそう、それって何なんだ。紳士代行は演武伝心の特殊な役割の一つです。これについて説明するにはこの大会の由来も話さなければなりません。演武伝心は稲妻の古き伝説から始まりました。伝説によると、遥か昔稲妻で剣術を極めた武人は将軍様と謁見ができ、手合わせをする栄誉を得られたといいます。お、釈迦ともそう。しかし将軍様の実力はあまりにも人間を凌駕したものです。直接武人と勝負すれば勝敗は一瞬で消してしまいます。 Yes. そこで将軍様は自身の眷属を武人を導く使者として使わせました。その手合わせで使者は武人を援護し、二人で将軍様と戦ったのです。将軍様は演武という形で自らの技と稲妻を守る意志を民に伝えたことから、この大会は演武伝心と呼ばれるようになりました。その後演武伝心の伝説は剣術大会へと姿を変えます。神が技を授ける手合わせも大会の最後に行われる模擬試合となりました。これを通じて後世の人々は演武伝心の由来や
武芸に込められた意義を理解するのです。大事な演目みたいだな。そうですね。模擬試合では将軍様が自ら参加することはありません。しかしながら神の威厳を示すため特別な使者を使わし自身に代わって参加させます。jadi dia kayak kirim, oh jadi dia kayak kasih satu orang ya untuk yang bisa jadi penggantinya shogun ya, okay. 武神役を演じるのはもちろん大会の優勝者です。神の眷属役は官僚出身の剣士が演じます。そしてこの役割を紳士代行と呼ぶのです。今回私が紳士代行を務めさせていただくことになりました。わ、そうだったのか。この大会が人気な理由がやっとわかったぞ。綾香は稲妻の人たちの間で大人気だもんな。そうですね。白鷺の姫君は祭祀などの儀式に出席はしますが、その優れた剣術を間近で見る機会はそうありませんから。大衆向けの大会を開催するには影響力のある方に広報大使になっていただかないとと将軍様はおっしゃいました。ですから紳士代行の役割が務まる人は綾香さん以外いません。おお。あ、こちらは八重堂の小野寺さんです。さまざまな祭事の企画を担当していて私たちの助っ人でもあります。綾香さんに紳士代行を担当してもらうのも彼の提案です。他にも対象者の拡大や話題作りの面で彼はさまざまな提案をしてくれました。大会の人気を一気に高めてくれたのでとても助かっています。お、これぞプロってやつだな。でもその案って具体的に何をしたんだ？もう少し詳しく知りたいぞ。対象者の拡大というのはより多くの人に大会に参加してもらうことです。今まで演武伝心の参加者は稲妻の剣術流派に属する人でなければいけませんでした。しかし今回は国籍や身分を問わず武芸の心得さえあれば誰でも参加できます。jadi requirementnya dipermudah ya. また試合で使用する武器も片手剣だけではなく近接武器で長さと重さが大会の基準を満たしたものであれば問題ありません。それから話題作りについて私個人の経験で一番有効的な方法は投票を行うことです。 vote? はい、紳士代行は模擬試合で華麗な服を身にまといます。以前は将軍様が衣装を指定していましたが今回は将軍様の許可を得て選択権を観客に委ねました。皆さんは春王や秋陽など四季の風物詩をなぞらえた衣装の中から選んで投票します。神里さんには最も票を得た衣装で模擬試合に参加していただく予定です。投票は大会当日から始まりますが、うちの使用人たちは衣装がどういったものになるのかもう話し合っているんですよ。神里さんが紳士代行を務めることに応じてくれたおかげでこれらの案は成立しました。もちろん神里さんにとってこれはかなりの重圧であると理解してはいますが。お気になさらないでください。剣術の普及に役立てるのなら私にとっても光栄なことです。それに小野寺さんが大会のために力を尽くしてくれていることは誰もが認めていますから。そんな褒めすぎですよ。さて皆さん、私はこれから帰って投票の準備をしますのでお先に失礼します。旅人さんにパイモンさん、せっかく来てくださったのですし、ここの環境に慣れていただくためにも千里さんと一緒に会場までご案内しますね。やったー！
早速行こうぜ。Hey, let's go. Aku mau lihat di mana arena. Go to arena. Okay. Wait a minute. Aku lupa. Mereka ada sebut sesuatu enggak nanti? Oh ya, mereka hilang. Never mind. Oh, dekat doang tuh. Oke, okay, oke. Okay. Seperti kayak ruang bawah tanah. In, maya sekecil itu sih. What? Dipana kaijou da na. Hongoku kansatsu ni konna tokoro ga aru nante shiranakatta zo. Koko wa kanjou bugyou no shitsunai kunrenjou desu.今回は千里さんのおかげでこの会場を借りることができました。お気になさらないでください、彩香さん。お役に立てて私も嬉しいです。千里、あれはなんだ？あ、あれですか？旅人さん、あの、少しよろしいですか？お、of course。どこから話せばよいのでしょう。If you start by explaining the letter, what was that about? やはりあなたの目はごまかせませんね。実は紳士代行を担当してもらいたいという話をいただいたとき、本当は少し不安だったのです。小さい頃から公の場に顔を出してきたとはいえ、剣術大会の広報大使として、しかも華麗な衣装を着て演舞に参加することはこれが初めてです。 I mean, it was challenge for you, I think. 過去に紳士代行を担当してきた方はどなたも稲妻の官僚で剣術に精通しているお方でした。その方々と比べて私はまだまだ未熟だと思っています。この役割をちゃんと果たせるかが心配で、だから手紙を書いてあなたの意見を聞こうと思ったのです。 We are friends. You can have my advice anytime. はい、承知しております。しかしだからこそあの手紙を出さなかったのかもしれません。今まで何度も助けていただいて、悩みもたくさん聞いていただきました。でもいつもあなたばかりに頼っていたら、まるで負けたような気がするのです。おお、友達なのにおかしな考え方でしょ。 Not at all. ありがとうございます。でも今日あなたも大会に参加することを聞いてとても嬉しく思っています。あやかってあれ、二人とも何話してたんだ？旅人さんが大会に出ると聞いて嬉しいと話していたのです。彼の稲妻での人望をもってすれば大会の知名度もますます上がるでしょう。ひひ、こいつが出れば絶対いい試合になると思うぞ。パイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。After looking around the two of you of the arena, after having a look around, okay. もう遅いので私と千里さんはお先に失礼いたします。お二人ともここ2日はゆっくり休んでください。 Okay then. また大会当日にお会いしましょう。Nah, jadi tunggu dua hari. Bisa. Dan jam. Kekuatan menggunakan jam. Jam percepat waktu. Kita bisa skip.
Dua hari tanpa sadar. Hey. Saat. Apa kau buat 10 ya kalau dia minta 2 hari doang? Oke. Okay. Oh, look. Oh. 旅人さん、パイモンさん、来てくれましたか？ Yes, 昨夜はゆっくり休めましたか？ Yes, I did. Thanks. さすが旅人さんです。余裕のある表情ですね。試合前に最善の状態を保つのは大事なことだからな。めっちゃ確かに。今回の試合は絶対に勝つぞ。皆さん、調子良さそうですね。今日の開幕試合もきっとうまくいくでしょう。うん。そういえば、この2つの箱には投票用紙が入ってるのか？はい、すでに手配は完了しました。左の箱にあるのが演武伝心の投票用紙で、右の箱はその他祭事用のものです。投票結果はあなたたちが3回目の試合に出る頃に発表されます。旅人さんの実力をもってすれば3回目の試合まで生き残るのも容易なことでしょ。おっとっとさじゃもちろんだぜ。いや小野寺さん、演武伝心用の投票箱を運びますね。はい、お願いします。そろそろ時間だ。準備して入場しようぜ。旅人さん、試合でいい成績を収められるように祈っています。 OK。 では私と彩香さんは会場の観戦席から試合を見ていますね。また後でお会いしましょう。 OK。 おー、でいいねや。やったのかやと。Oh, nggak dikelihatan UI-nya. Oke. Dihidden kan rupanya. Ibuki. Oke. Kita langsung aja lah. Bro. Oh, langsung mulai. Oke, itu terlalu cepat. Dia sepertinya kasih reaksi. Ya, sudah saya blok. Oke. Nice. Aduh, gua telat. Ayah. Lama saya. Nice. Agak galak ya kalau udah bermain ini ya. Kalau udah apa tuh namanya? Udah lumayan sekarat gitu. Oke, ini kita sudah dapat. Nice, primo. Tunggu, hero. Ini bukannya si yang di samurai tadi ya? Hero Tatsu. Oke. Aku baru nyadar. Let's go. Ya bro sekarang. Gua langsung kita. Oh, timingnya masih sama, saya lihat. Oh, dia lebih tebal rupanya. Oke. Nah, udah. Oh, dia masih ada. Oh. Dia masih lanjut. Oke. Masih lanjut. Ayayay, aku masih lanjut. Gua. Wait. Stop. Oke, counter. Yeah. Lama buffnya masih. Oh, buffnya udah hilang. Oke, lagi. Nice.
Oke, okay, rupanya buffnya nggak terlalu lama ya. Berapa detik tuh? 5 atau 6 lah. Jadi 5 sih. で、着る衣装の投票結果はもう出たのかな。早速稲妻城の掲示板で結果を見てみようぜ。あやかはどんな服を着るんだろうな。 Tunggu, ini kenapa ada You are from Sumeru? Oh, lu sering ya ke Rito? Oh, jauh juga ya lu datangnya. Oke deh. Oh, berarti gua nggak lihat dong waktu awal-awal. Apa tuh waktu awal-awal mulai mau bertarung? Oh, mesti lihat sekeliling saya dulu. Jamet. Gua nggak nyadar itu rupanya ada itu rematch datang juga. Anjir. Berarti aku terlalu cepat. もう人がいっぱい集まってるな。オイラにも見せてくれ。はあ、こんなにも票に差が開くとは。演武伝心のような稲妻ならではの試合なら絶対雅子さんの方が勝つと思ってたのに。予想通りの結果だ。オルツィ城事件簿は気鋭の人気作品だからな。 物語も面白いし、挿絵のフォンテーヌ衣装も特徴的だ。え？ケースファイルオフミスオリ。それに、オルツィ城の身分は神里家のご令嬢にふさわしいと思わないか？うん。オルツィ城は強気で、いたずら好きだし、神里家のお嬢様とは全然似ても似つかないけど。でも、フォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるのは、 なかなか新鮮でいいかもな。わあ、どうも僕は新鮮だよ。あれ、何言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。え、これ中かし。え、掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、私の戦火宮司オルチ城事件簿。 Pretty please, Kitsuguchi. Okay, Yoruba. Mate. Kono aida itteta toushou tte Inazuma no shiki no fuubutsushi janakatta ka? Itsu no mani gorak shousetsu no shujinkou no issho ni natta nda yo. Maybe something went wrong with the poll. Okay, kita mesti check. Kore wa chanto kikanaito na. Imasugu shabugyou e itte Ayaka ni kiite miyou ze. Yes. Voting result. Voting result for pretty please Kitsune Guchi. Okay. In. What? Gak ada di tulis ya votingnya itu siapa ya? Yang mencurigakan sih. Okay then. はい。あ、もう行っちゃめじゃ。申し訳ございません。投票用紙が入った2つの箱を取り違えてしまいました。小野寺さんが出張先から帰って気づいた時にはすでに結果が公表された後でして。スターオノチェラ。君つろえを防ぐためにわざわざ投票用紙に題名を書かなかったことが かえってあだになってしまいました。おお、いやじゃ。僕もさっきから考えてたんですけど。どう40。だって、昔ガダケ、このリサンやと、えね、たたん、シーズンアパ、シーズンアパ、シーズンアパ、けど、もうちょっと微妙かな。え、嘘だろ。本当に演武伝心できる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんて。だって、あらさんね、ガデタロえとや、ペンジラさんね。
旅人さん、パイモンさん、あなたたちも投票の結果をご存知のようですね。おお、オイラたちどころかここに来る途中みんなこの話題で持ちきりだったぞ。どうするつもりだ。神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。いいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。 What? 票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと。一般の民衆は投票に問題があったことにまだ気づいていません。それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。お、いや、ズガヤ、スペシャルサプライズ。大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである以上、この不手際がもたらした結果を失態のままにすべきではないでしょう。わー、ギーラ。ビサ、アヤカ、ビサ。アヤカ、それって、つまり…はい。この結果を利用しましょう。最後の模擬試合で、私は投票結果の衣装を着て登場します。Bagaimana cara mereka bisa buat langsung dalam waktu singkat gitu ya? Sekali, soalnya, aku mewah aku kaget sih mas. Nanti sih lo, cerita no tujuh jenis no ishon wa, embu no ishon no yoni, sentuh no tame ni sekke sare te wa imasen. Ya itu lebih tepat juga sih, Onode. Daijoubu desu. Cerita ni tujuh shita fonte no yoshiki no ishon wa, fukusatsu na mono de wa arimasen shi, amari iikyou wa nai to omoimasu.普段の服装とは違いますが、慣れるように頑張ります。おお、平然としてるけど、なんだか迫力がひしひしと伝わってくるぞ。あ、はい、わかりました。それでは、神里さんの提案でいきましょう。模擬試合で最大限の実力を発揮していただくために、読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します。はい、お願いします。あやか、小説の登場人物の衣装を着て模擬試合に出るなんて本当に大丈夫なのか。オイラたちの前で無理してないよな。ご安心ください、無理はしていませんよ。それにちょっとだけ嬉しいんです。いや、dari sarannya sih dia enjoy gitu。 今まで華麗な衣装を着て舞台に上がることを考えると、動きが綺麗かどうか、観客たちの期待に応えられるかどうかと、いろいろと心配してきました。しかし、小説の登場人物の衣装であれば、そのように考える必要はありません。なぜなら、作中の探偵のお嬢さんは、我が道を行くいたずらっ子で有名ですから。これで模擬試合を見る皆様も、伝統の形を新たな楽しみと共に味わえるでしょう。But that was Ayaka was thinking. いえ、これだけではありませんね。私は心の中で、いつか普段とは違う姿になることをずっと望んでいたのかもしれません。I mean, any good opportunity, say, unto Anna. 旅人さん、知り合ったばかりの頃に、あなたはこうおっしゃっていました。リーユエ、モンド。それぞれの国の服装には違った特徴があると。お、いや、あの時の私は自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでした。でも、あ、いや、どうかや、
かつて叶えられないと思っていた願いもこうしてすぐ届くところにあります。おお。それにお母様も昔異国の服装に憧れていました。今回またお母様の願いを一つ叶えてあげられます。こう考えるとこの特別な衣装は確かに喜ばしいものと呼べるかもしれません。投票を取り違えはしたけど結果的にいい方に転んだみたいだな。よし、問題も無事解決できたし試合会場へ向かおうぜ。あ、いや、はい、OK。 旅人さんの実力を信じています。小野寺さんと服の採寸を済ませたら会場へ行ってあなたたちの試合を見に行きますね。 OK。 なるほど。Berarti kita lanjut untuk persiapan untuk lawan lagi. Oh, dia ada nggak di sini? Tempura itu. Oh, tidak ada dia. Maksudnya di luar sini ada? Oh, ini. Hai. Oh, dia nggak ada ya? Eh, ada nggak sih dia bilang ya?Oh no no. Nah ini gue ingatnya, nah, ingat banget namanya. Paling sering itu disebutkan itu. Okay. Hatsune and Sai. マグケンゴ。Wait, what? マグケンゴ。kok gua agak familiar ya apa namanya? マグケンゴ。Aku kayak gitu maksudnya. Yuk. Lu kok berharap ada kayak tambahan gitu. Kau hirasa, kau hirasa. Lu kan Hirora, Hirotatsu ya. Aku lupa namanya sih. Ya kan kayak kasih pukulan pedangnya bercubit-cubit. Oke, itu baru. Oh, untung gua agak terbiasa waktu di ABC. Bentar.Tidak ada tambahan lagi. Never mind, itu bukan tambahan. Oke, counter. Oke, nice. Buat counter lagi. Oke, counter. Counter lagi, nice. Double hit. Nice.Oke, oke, gua nggak expect, gua nggak expect itu, nice, counter, nice, 1-3, ya, oke, hehehe, ya maaf kalau suara gua kekecil ya, kalau gua habis lawan dia.Oh, ada tambahan. Oh, berarti gua udah banyak skip, udah di skip 2 orang. Will you stick around in that? What? Just because I lose doesn't mean I can't stay? Yeah, that's there you, but I win. Oh, okay. Hey, I mean, good for you, dude. Nama, oh, ini sama.
masih sama. Ini kan rumor. Tapi Mia bisa jadi itu Mago Genki. Bisa jadi. Tapi gua enggak tahu lah ya. Yang keempat. Ini. Aromaru lagi. Maybe I guess can. Halo. Uf. Oke. Gila keren banget. Oke, satu, dua, tiga. Tunggu. Itu empat. Tunggu, ini lima. Oke, ini tambahin rupanya. Apa kamu harus ada belakang? Water. Dia jatuh. Kau simpan dulu ulti saya karena dia mau jatuh. Oke, buat tahu. Wih, ada. Oke, itu baru. Buat saya itu baru sih. Gua gak nyangka dari ketika dan gua langsung refleks gitu. Piu. Piu, oke, 2 3 4 5. Oke, nice. Oh, bisa jatuhin dia lagi. Oke, betul, bisa, masih bisa saya. Saya merasa saya membuli dia, kenapa? Oke. Oke. Tor, oke. Perfect. 1 2 7. Eh, it's okay. Main dia tebal sih. Gua enggak bisa lebih cepat lagi sih. Baru. Kita lanjut. Nice, taruh Maru. Tunggu. Buat jadi lawan samurai ini. Katsuki Simon Juzo. Oke. Let's try a bit here. Perfect. Oke. Kita langsung yang hard. Kok yang hard. Bro. Hello, samurai. Oke, okay, ngapok lagi. Nice. Oyo. Oyo, kena gua. Nice. Enggak, saya kena burning. Oh no, kena burning saya. Oke, okay, masih sama. Gak ada berubah. Boleh sih lebih cepat sih. Ini gua lihat lebih agak cepat. Tunggu, gua udah ngepok. Dan gua masih kena mental. Oke, okay, masih sama. Oke, okay, mampus tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Dikit lagi. Nice. Oh, 119. Mantap. お主の武芸は大したものだ。この勝負、拙者の負けでござる。It was honor to fight against you. Yeah, this was right. 皆さん、手に汗を握る一戦を経て、ついに今回の演武伝心剣術大会の優勝者が誕生しました。旅人の優勝です。明日は大会最後の模擬試合が開催されます。旅人と神里さんは共に将軍様の特使である人形カラクリ剣士マグー剣豪と戦います。オープニフラスでマグー剣豪ね。皆さんまたお会いしましょう。名前がアシッパさん。素晴らしい試合でしたね。
いや。おめでとうございます、旅人さん。優勝したのは名実ともなった結果でしょう。Yes, thank you, Chisato. でも、明日戦う魔宮剣豪ってやつ。以前、ヤシオリ島の外れであったのと名前が似てるな。なんだか手強そうだぞ。心配いりません。特使の実力は相当なものですが、明日の試合では神の目の使用が禁じられていません。私たちは多少主導権を握れると思います。それに相手の出方に応じて隙を伺えば反撃する機会はきっとあります。彩香がそう言うならオイラもなんだか安心してきたぞ。もちろん最終的に勝てるかどうか私も確信ありません。しかし全力で戦わなければ観客たちに最高の試合をお届けすることはできないでしょう。 It will definitely be an exciting match. お二人とも張り切っていますね。今晩はちゃんと休んで英気を養っておいてください。 OK。 明日目が覚めたら彩香の新衣装を見られるな。フォンテーヌの服を着た彩香か。楽しみだ。それは。Do you want me to pick up in the morning? Do you want me to pick you up in the morning? いいじゃないですか、彩香さん。お二人の期待に応えてあげましょう。私も明日用事さえなければ一緒に見に行きたかったのですが。わかりました。では約束です。明日の朝神里屋敷でお待ちしております。わお、oke, dia gak ada response. Berarti ya kita nanya. Oh, ada yang baru kah? Sama siapa nih? Sama Oh, punya firasat sama sih percakapan. Yap, ini sama. Oke, kita lanjut aja sampai. Gila. Terus saya tengah malam, terus gue disuruh taruh jam. Pagi. Sora-sora, jikan da. Hayaku Kamisato yasuki ni itte, Ayaka o mukai ni ikou ze. Machi ni motta Ayaka no enbu fuku sugata da. Okay. Oh, hi.You okay, Hirotatsu. Okay, Hirotatsu. Hello, Hirotatsu. 二人とも来たか。いえ、Hirotatsu かよ。先日の試合で旅人はもうお前に勝ったんだ。それに優勝したし、もう言うことないだろ。安心してくれ。今日は困らせに来たわけじゃなく、謝りに来たんだ。旅人、先日の試合は見事だった。あれで、ルバーが。君は剣術に精通している。技の出し方もキレはあるが、威圧感がなく、品格をうかがえるものだ。この前は君のことを軽んじてしまった。無礼な態度をとって申し訳ない。許してくれ。I enjoy our fight. 二人はお嬢様を迎えに来たんだろう。お嬢様は室内で着付けをしていらっしゃる。もうすぐ出てくるはずだ。OK。旅人、お嬢様が来る前にぶしつけなお願いがあるのだが、聞いてくれないか。Sure. What is it? お嬢様は我々家臣に今日の模擬試合について話さないんだ。だが最近はどんなに忙しくても夜になると必ず数時間剣術の鍛錬をなさっていた。お嬢様はいつも真面目だ。今日はあくまで模擬試合であって、
勝たなくてもいい。とはいえお嬢様の性格だ。絶対に全力を出して我を忘れるまで戦うだろう。 That was Ayaka. 家臣である俺はもちろんお嬢様の実力を信じている。ただやはり試合ではお嬢様を援護し守ってほしい。 Don't worry, I will. 旅人、お嬢様のこと頼んだぞ。おぉ、負けまる。おぉ、オッケー、 What a slow motion。 おぉ、わぉ、無礼だ、無礼だ、無礼だ。その、どうしたのでしょうか。お二人とも黙ってしまって、この衣装、おかしいのでしょうか。あー、You just do beautiful. いやいや、あやか、すっごく綺麗だぞ。目の前がパッと明るくなった感じがするぞ。 It's a beautiful outfit and it suits you perfectly.スカートに神里家の椿門まで刺繍してあるぞ。ええ、これは小野寺さんがここ数日で急いでこしらえてくれたものでして、観客たちの投票用紙に書かれた意見をもとに追加したそうです。この衣装はぴったりと体に合うよう調整されていて、動きも思ったより不自由はありません。みんなもあやかの姿を見たらきっと驚くだろうな。パイモンさん、ありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので会場へ向かいましょう。 OK。 お嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。ナイス。あ、あ、いや、とても素敵な衣装だ。お嬢様も気に入っているみたいだな。いや、試合を目前に控え、君もお嬢様も平然としているのを見て俺は安心したよ。 OK then, let's go。 まあ、やっとこまでこう。あ、ゲットテレポチャンジャラ。はい、レイね。皆さん、模擬試合を楽しみにしていますよ。頑張ってください、旅人。オッケー。いただいて、おはい、アデチサト。見ろ、神里家のお嬢様と旅人が来たぞ。オッケー。小説の挿絵で、あの衣装は見たことあるけど、神里家のお嬢様が着るとまた特別な雰囲気があるわね。朝一で並んで最前列の席を取った甲斐があった。今日の試合はきっと素晴らしいものになるはずだ。うわぁ、やっぱ綾香が出てくるとみんなの注目の的になっちゃうんだな。皆さん、どうかお静かに。演武伝心の模擬試合が間もなく開始します。案内に従って入場していただき、ご着席ください。神里さん、旅人、お二人も一緒にご入場を。旅人さん、準備はできていますか。 I'm ready, let's go。 この後の戦い、よろしくお願いいたします。Kita nggak coba itu langsung betulan aku Kenki dong. Wow, keren sih gua aku ini.
Tunggu, gua berubah jadi elektro? Iya, iya. この威圧感、さすが将軍様が使わした特使ですね。でも私と旅人さんが手を組めば必ず勝利をつかみ取れます。さあ参りましょう。オッケー、アクサラタイミング、ナイス。雪を前、よ。わ。Oke, dia pindah rupanya. Aku udah lama sih. Udah laut maku kayak biasa. Waduh. Ulti. Oke. Nice. Oke, done. It's done. 旅人、あやか、ここだ。素晴らしい試合でした。剣術のことはよくわかりませんけど、会場の緊張感に当てられて、いまだに心臓がドキドキしています。だな。敵が技を繰り出すたびに、おいらビクビクしたぞ。うん。でもお前たち。まるで準備してたかのようにすぐ対応してたな。エビや。旅人、神里アヤカ。サラ。模擬試合の勝利、見事だった。おめでとう。わあ、サラ。お前も試合を見に来てたのか。ああ。将軍様の命でこの試合を見届けるために来たんだ。二人とも素晴らしい剣術を披露し、それに息も合っていた。観客たちに剣術の美を見せただけではなく、私も多くを勉強させてもらった。それほどでもありません。お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そして今日演武伝心の大会を無事終了させた。全ては将軍様も見ていらっしゃる。これより天守閣に戻り、将軍様に今回の模擬試合のことをありのまま報告するつもりだ。では先に失礼させてもらう。ところで皆さん、これから予定はありますか？雨竜亭で打ち上げをするのはいかがでしょう？お、やったー。ここ最近毎日試合のことばっかりでゆっくりご飯を食べられなかったからな。 Yes, my mom.Dapat Pak Ibut. Ada masih sama. Makan udah pasti gitu ya. What's wrong, Ayaka? Iya. Ima ni natte yoyaku shiai ni katta shikkan ga waite kimashita. Kono shiai de ooku o benkyou sasete moratta to Kujou-san wa iimashita ga, jitsu wa watakushi mo onaji kansou desu.観客席にいた皆様は気づいていないかもしれません。ですが、何度も危険を乗り越えることができたのは、あなたがそばにいて敵の攻撃を引きつけてくれたからです。あなたがいなければ、私一人では絶対に勝てませんでした。剣術の腕はまだまだあなたには及びませんね。あやか、You helped me many times as well. そうですか。そんな風に言われると、今からでもあなたと手合わせをしたくなってきました。おお、あよ。実を言うと、旅人さんと知り合って以来、ずっとあなたと技を磨き合いたいと思っていたのです。今日の模擬試合で、この願いは半分叶ったようなものでしたが。Next time, we will find a chance to go a few rounds. はい。でも、その前に。
ちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたら、あなたの命も私の手の中に落ちちゃいますから。Wait a minute. Kok merasa ini kayak proposal? ずっとこういうセリフを言ってみたかったんです。おかしかったでしょうか? It sounds very much like a Miss Orin. おい、お前たちゆっくり歩いて、何内緒話してるんだ?いつかちゃんと試合をして、どちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんです。Betul, Paimon. おお、あやかは剣術のことに対して真面目だな。でも、あやかと旅人は友達だろ?それでも試合するのか?友達だからこそ、常に切磋琢磨して励まし合うのです。あ、いや、itu betul juga。へえ、確かにそれも一理あるな。じゃあ、聞いてた。旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。Hey, why are you winking at me? What? Oyaka, nanka itta ka? Iie, ikimashou. Oh, punya firasat malam-malam di Ayaka makin cepat dia ngomong. Kayak makin dia bilang ya. Langsung gitu loh. Ya betul-betul gak mau sembunyi lagi loh. Mau ngapain perasaannya gitu. Oh ini dia masih sama ngomongnya. Oke. Ini harusnya diganti ya. Yes, ini agak ganti. Betul sekali saya. Seru. Lari tiap hari. Wow. Well, perhaps the best akibat yang saya dia. Oke, deh. Restoran.